グラフトネットワークの第9回目の授業を始めていきます。今日はですね、また最大流問題を使ったモデル化の話なんですけども、特にですね、このカットの視点を見ていきます。つまり、最大流問題の話なんですけども、どちらかというと、最小 ST カットを見つけるという問題を使ってモデル化をしていくという話を3つご紹介します。で、その中のですね、例題として使うのは、ここにある露天掘り問題っていうのと、精密部分グラフ問題っていうのと、画像の領域分割と呼ばれる問題です。で、それはこの最小 ST カット問題を使ってモデル化するわけですけども、それを解く中で最大流問題を使うということになるわけです。では見ていきましょう。まず露天掘り問題です。で、これどういう問題かというとですね、まず、この露天掘りっていうのは何なのかということを、まずちょっと理解する必要があるんですけども、こういうものです。で、これはですね、オーストラリアにあるサンライズダム鉱山という、鉱山ですね、の写真ですけども、これはその外から見た感じなんですけども、これどういう鉱山か中の方を見てみると、こんな感じなんですね。この、なんていうんですかね、車両がですね、ここら辺まで、奥の方まで、言ってるわけですけども、ここにたどり着くためにですね、すごくこの中、だんだんに、この鉱山を掘ってるわけです。ここら辺の段の様子がよくわかると思うんですけども、だんだんに掘っていってるわけです。で、掘っていっているので、だからこの深いところまでですね、掘ろうとすると、そこに至ることができるように、なんかすり鉢状にというかですね、この段々を作りながら、掘り進めていく必要があるわけですね。だから、垂直に掘れないって感じなわけです。で、実際これ、上から、航空写真みたいな形で見てみると、こんな感じになっている。これですね。この段々の様子はですね、今何を引いたかわかんないですけど、この向きになんか深くなっている。この向きになんか深くなっているっていうような様子がよくわかっていて、で、実際に工事を行っているのは、この一番こうなんか深くなっている、ここら辺だろうということになるわけです。で、そういうふうに、だから露天掘りって言ってるのは、だからお日様の光がですね、見えるように、掘ってるっていうような感じなんですけども、そのすり鉢状に掘っていかなくちゃいけないわけですね。で、そういう時に、どういうふうに掘っていけばいいのかってことを、ちゃんと考えるってことが、露天掘り問題でやりたいことなんですけども、この状況をちょっと、図にしてみましょう。で、今のような、その鉱山の、状況っていうのは、三次元的なんですけども、三次元的な図を描くのも大変ですし、ちょっと考えにくいかもしれないので、簡単にするために、深さと幅だけを設定しましょう。深さっていうのはこちらですね。で、幅っていうのは、ここですね。幅です。で、この線、これ地表だと思ってください。ということです。で、この、黄色いところが、ここでは、今、金と言ってますけど、金じゃなくて別に構わないです。価値のあるものがここにあるというふうに分かっていると思ってください。その調査によってですね。で、ここまで、その今のような形で掘り進めたいとするとします。で、例えば、この部分ですね。掘ってしまうと。で、先ほど言ったみたいに、垂直に掘れないわけです。掘れないんで、だから、この下の、下というか、その金の、すぐ上の部分を掘ろうと思ったら、その上のですね、部分をもう少し、削ってあげないといけないわけですね。深く掘ろうと思うと、上の部分をもっと掘る必要があります。だから、それを掘ります。こんな感じですね。で、そうするとようやく、この金の上の部分を掘れるようになると。やりました。そうですね。じゃあ、これでこの金の部分、取り出せるかというと、そういうことにはならなくて、そのためにやっぱりこの金の上の部分も取り除く必要があるわけです。で、そうすると、その上の部分を取り除くためには、またこの上の部分も取り除く必要があるわけですね。こんな感じで。あ、今、逆の方にやっちゃいましたね。こっち側を取り除くためには、ここを取り除く必要があると。で、右側も同じ。で、ここまで掘るとようやくこの金が取れるということになるわけですね。で、そうすると、この金を取る。っていう、その価値のあるものを掘り起こしたいんですけども、そのためには、何かこの余分な部分というかですね、意味のない部分と言っていいかどうかわかんないです。その余分な部分を取らないといけないわけです。で、その余分な部分を取るためには、やっぱりコストがかかるわけですね。で、そうすると実際に、こういうふうにその掘り進めることによって、最終的にこういう金を取るんだけども、それが本当に価値のあることなのかどうかってことをちゃんと考えないと、
まあ、いけないわけです。もしかしたら、なんか、ここら辺にですね、なんか大きな岩が挟まっていて、すごく取り除くのが面倒とかですね、まあ、そういうことがあるかもしれないわけです。で、それちゃんと考えましょうということになります。で、今のですね、ような問題を、まあ、グラフを用いてモデル化していこうと思います。各部分を頂点に対応します。今、これ一個一個の丸がこれ頂点だと思ってください。で、その、まあ、頂点の、だからその取り除く部分っていうのが、この今から作るグラフの頂点に対応するということになります。で、今この弧を書いたんですけど、何かというと、この終点を掘らないと始点が掘れないという関係を弧で表しています。今ですね、例えば、この真ん中の部分、これを掘ろうと思うんだったら、そのから出ている弧の終点になっている3つの部分を先に掘らないといけないというふうに、思うということですね。で、ちょっと注意があるんですけど、例えばこの金を取るためには、今ここではですね、この金を表している頂点から3つ弧が出てるんですけども、じゃあこれはですね、この3つの頂点を取り除けばというか、その部分を掘れば金が取れるのかというと、まあそういうわけじゃなくて、その3つの頂点を取り除くための頂点もまあ取り除く必要があるわけです。そうすると、まあ、この、この生き方としては、こういうですね、その、なんか長い子というか、そういうような、子ですね。実際はこの上のところを取り除かないと金が取れないわけだから、今この書いたような、このピンク色の子っていうのも、まあ、これ書く必要があるんじゃないかっていうふうに思うんですけども、これはですね、書いても書かなくてもいいです。どちらでもいいです。どちらでも、うまくいきます。何を言ってるかというと、これを書くことによって、まあ、ここに書いてある、この終点を掘らないと始点が掘れないという関係が崩れるわけではないですし、一方で、まあ、これ書かなかったとしても、実際には、この上のところですね、上のところを掘らないと金が取れないという関係は、この項をですね、辿っていくとわかるわけです。まあ、だから何かというと、これ有効度ですね。しまった、黄色くなっちゃったけども、有効度ですね。有効度です。まあ、その有効度があるかないかってことによって、そのような、推移的とか言ったりしますけども、その推移的な、部分っていうのが、判明したりするので、その部分は、まあ、書く必要はないというふうにも言えます。書いても書かなくてもどちらでも構わないことになります。それでですね、そういう形でグラフを作ります。で、まあ、そうすると、まあ、このグラフによって、その、何を掘らないと次に何が掘れないかっていうことが全て、まあ、記述できているわけなので、まあ、そこだけ見れば、問題としては十分だと思います。でですね、各頂点にはその部分を掘った時に得られる利益がついていると思います。それします。例えばですね、この金のところ、これは6という利益があると。おいいですね。で、まあ、その部分のところ、その上のところには、これはマイナス2っていう利益がついていて、あ、これは負の利益なので、まあ、どちらかというと費用に対応するわけです。だから2の費用っていうのをマイナス2の利益であるというふうに解釈してる。ただちょっとちゃんと書くと、マイナス2の利益っていうのは、2の費用と、2単位の費用というふうにまあ見なしているというふうに思うわけですね。で、そうするとですね、実はこの金のところだけじゃなくてですね、他にもですね、実は掘ることによって、費用がプラスになるのがですね、ここ3とかですね、4とか3とか、まあ、こういうふうになって可能性もあるわけですね。はい。だからここ掘るとなんか、何か資源が出てきて実は儲かるとかですね。まあ、そういうことあり得るわけですね。で、まあ、そういうふうになっているというふうにします。で、まあ、この利益は、だからその、掘る前から分かってる。その、調査とかによってですね、まあ、分かってるというふうに仮定します。で、まあ、グラフだけ残して、このグラフで今後は考えていきましょうということになります。で、やりたいことは何かというと、ですね、今このような、まあ、状況があったときに、この、利益がですね、正になっているところだけを掘ることができたら、なんかそうすごい技術があってですね、そうができたとしたら、まあそれで、利益が、一番大きくできるから、まあそれは嬉しいわけだけども、この個の付き方からそういう掘り方は許されないわけです。許されないわけです。で、まあこのような掘り方が許されるとすると、その利益っていうのは実際には、これは3たす4たす6たす3なので、これ16ですね。16になるわけです。だから、そういうその変な技術が変な嬉しいですね。嬉しい技術だったら利益16にできるんだけど、これは実際できませんということになります。じゃあ、
今、その16取るためには、その上の部分全部こう、取る必要があるわけです。で、そうすると、この場合は利益がどうなるかっていうと、先ほどの正のとこだけ見ると、16だったんだけども、それに、対してコストがかかって、それコストが入ってと、2たす3たす2たす1たす2たす、2たす5とか、こんな感じになります。で、これで多分計算すると、マイナス1だ。17、そうですね、マイナス1だ。ということになるわけです。で、そうすると、この正のところを、の利益を取るために、この費用をかけてしまうと、最終的には、その費用の方が上回ってしまう。利益がマイナスになってしまう。ということになってしまって、まあ、こういうことは実際、だから、まあ、しなくなるということになるわけですね。まあ、合理的な考え方を持っている人が、しなくなります。で、何をしたいかというと、どのように掘れば最も利益が上がるのか、上がるのかということを考えて、今言ったみたいにですね、3634っていう、その、価値があるところを全部取ろうとすると、最終的に利益がマイナスになってしまう。もしかしたら、全部取るんじゃなくて、一部分だけうまく取ることによって、もっと利益が高くなるかもしれないことがあり得るわけです。で、それをですね、最小 ST カット問題としてモデル化するとなります。で、これを考えていきましょうということになります。いいですかね。これやっていきます。で、これはですね、割と、まあ、トリッキーというか、まあ、なんでこういうことを思いつくんだろうっていうような形には、まあ、なるかもしれないんですけども、これはですね、まあ、こういう考え方があるんだってことをちょっと知っておくと、今後も使えるかもしれません。ので、まあ、ご紹介します。何かというと、先ほど言った通り、自由に取れるならば、この利益が正のところですね。そこだけを取ることができるんだったら、利益の合計を16にできるんだけども、実際はそれはできないわけです。で、できないから、この上の部分とかっていうのを、まあ、取ることになるわけです。あるいは、この、プラス3っていうのを取るためにマイナス5っていう、費用、マイナス5という利益を得なくてはいけなくなったりするわけです。だからそういうことを考えると、この、まあ、別にこの3っていうのは取らない方がいいのかなっていう気も、まあ、してくるわけですね。で、そういう感じで、例えば、このマイナス3っていう部分を実際にこの掘らなくてはいけない、取らなくてはいけないと思ったら、これは、まあ、3だけの損をするんだと考えるわけです。つまり、この、正の部分だけを取るんだったら、自由に取れるんだったら、16という利益が取れるんだけども、そのために、マイナス3っていうのを取ることになるんだったら、それは3だけ損をするんだっていうふうに捉えるわけです。一方で、6っていうのを、今この場合は取ってなかったけども、これを取らないっていう、決断をしたとすると、それは16という本来取れるべき利益に対して、6だけの損を、それで、取ることを決めたと。いうふうに考えるわけです。ですか。マイナス3を取るっていうのは3だけ損をするっていうふうに考えて、6を取らない、正のものを取らないってことは、その、なんだろう、潜在的に持っている利益から6だけ損をしてるっていうことを、その、考え方とするわけですね。で、やるのは何かっていうと、目標は損の合計を最小化するということをします。例えば、マイナス3を取ったら3だけ損をするし、6を取らなかったら6だけ損をするってことになるので、この2つを、どちらも行ったら、それで3たす6の9だけ損をするというふうに捉えるわけです。最終的にやるのは、損の合計を最小化するように、うまく、このグラフの中から焦点を取りましょうということをするということになります。で、それをですね、最小 ST カット問題としてモデル化するということをやっていきます。はい。で、どのようにするか。まあ、その最小 ST カット問題なので、やっぱりこの S と T っていうのをつけるわけですね。で、この真ん中の部分のグラフは先ほどのそのままです。そのまま持っていきます。で、ですね、ここからがちょっとまたややこしいんですけども、やっていきますね。まずですね、利益が負である頂点があったら、そこから P に向かってこうつけます。ですか。がつけました。で、S からは、利益が正である頂点に向かって、こうつけます。今この3、6、3、4とあって、そこに向かって、こうがついていく。S からね、ついているということになります。はい。これでですね、グラフの構成終わりです。で今からやるのは、このグラフの子に対して容量をつけていくということをします。それでですね、この P に向かって出した子、この利益が負であるような頂点から出してるんですけども、そこには、この頂点を取った時にどれだけ損をするか。つまり、この頂点に書かれている、
利益の絶対値をその頂点から出ている子の費用とします。まあ、費用は皮膚だったってこと。思い出してください。だから例えばこのマイナス3っていう頂点から出ているこの費用は3です。費用じゃ、容量は3です。今なんか費用って言ったものはこれ全部容量です。容量です。すいません。で、同じように、同じ内容ですけども、S から出ている子には、その出ていっている先の頂点を取らなかった時の損、つまりそこに書かれている正の数値そのものを容量とします。容量とします。はい、容量とします。ですかね。6という頂点に向かっている子の容量は6です。ということですね。いいですか？でですね、あとこの、もともとあったグラフの中の子なんですけども、ここの子の容量は全部無限大にします。無限大。無限大っていうのは、すごく大きな、正の整数だと思ってください。はい。で、これでおしまいです。これで容量の設定はおしまいです。この中は全部無限大です。で、じゃあこの掘り方と、この今作ったネットワークの ST カットどのように対応するのかということを見てみます。今ですね、じゃあこのように掘った、このピンク色の形で掘ったとします。で、そうすると、これに対応して、このグラフにおける ST カットが定義できます。どのように定義するかというと、その今、この掘ると決めたところの頂点の集合と S で ST カットを作ります。そうすると、これ何がわかるかっていうと、今ですね、この緑色の子が、この ST カットの容量に、足される容量を持っている子なんですけども、この場合は、2、3、2、2、1、5、2、で、これは、今、ここの頂点ですね。この頂点、今、チェックをしている頂点から出ていっている、この容量を足してるわけです。で、これは元のグラフの方で見ると、ここですね。その、費用がマイナスの、費用じゃないよ。利益がマイナスのところの頂点の、その利益の絶対値に対応してるわけです。つまり何を言ってるかっていうと、この左のグラフのところで、この、負のところ、利益が負のところを取ることによる損がちょうど、この右側の ST カットの容量になっているということになるわけです。いいですか？まあ、そのように、右側のグラフを作っているということになるわけですね。じゃ例えばですね、まあ、こんな感じですね。今、取るところをここにしましょうと。コピー決めました。そうすると、先ほどと同じように、対応するように ST カットを作ります。何かというと、この、取ると決めたところと、それに向けて S と。でそうすると、今ですね、この、先ほどと同じように、この、利益が負のところが出ていっている、この容量っていうのは足されるわけです。で、それがちょうどですね、ここですね。ここと、ここですね。にあるということになるわけです。で、一方ですね、ここに二つ、色を変えたかったんですけど、向かいの中で。二つ、ちょっと黄色い部分ですね。じゃあ、形で変えましょう。ここに、こう、なんか二つ、元々のグラフにおける、利益が正であるような頂点があるんですけども、そこに対しては何が効いてくるかっていうと、そうか、それは逆、言い方が逆なんです。ここに収集するんじゃなくて、何に収集しなくちゃいけないかっていうと、ここですね、その、利益が正なんだけども、取らなかった頂点っていうのがあるわけです。で、それが、ここにやってみます。すいません。で、そうすると何が分かるかっていうと、S からそのような頂点に向かっている子の容量っていうのは、この右側のグラフの ST カットの容量として足される部分になっていくわけです。ですか。で、それが何に対応するかっていうと、この、利益が6や3であるような頂点を取らなかったことに対する損であるというふうに考えるわけです。ですか。つまり、先ほどと同じように、マイナスの部分、利益がマイナスのところを、選ぶことによって、被った損に加えて、この利益が正であるところを取らなかったことによって得られる損を足すことによって、この右側のグラフにおける、
損の合計がわかるわけですけども、それがちょうど右側のグラフの今考えている ST カットの容量に対応する。対応するっていうのは、等しくなる。っていうことになるわけです。ですか？で、例えばですね、今、このように、まあ、掘るとかしたとしましょう。まあ、これは許されない掘り方なわけです。許されない掘り方。で、許されない掘り方にも対応して、この右側でも ST カットを作ることができるわけです。先ほど同じように。で、そうすると何が起こるかっていうと、この、まあ、マイナス2っていうのを選んでる頂点と、マイナス1っていう選んでない頂点の間の個があるんですけども、その個に対応する右側のグラフにおける個の容量が、この ST カットの容量に足されるわけです。で、このグラフの中の、元々のグラフの中の個の容量が無限大でした。ということは何を言ってるかというと、この、ST カットの容量は無限大になります。ですか？許されない振り方に対応する ST カットの容量は必ず無限大になります。無限大になります。ですか？で、そうすると、何を言いたいかというと、このような ST カットは最小 ST カットとしては現れません。容量無限大ですから、現れません。ということで、これによって、その許されない掘り方に対応するような ST カットは、最小 ST カット問題を解くときには現れないってことになって、ちゃんと最小 ST カット問題を解くと、このグラフにおいて許される掘り方、許される頂点の取り方しか、得られないということがわかります。で、これは重要なポイントですね。はい。で、これからはわかるとは何かっていうと、最小カット、最初 ST カットから損が最も小さい振り方が分かるということが分かると思います。で、そのために最小 ST カットを得るために最大 STB を計算すればよいと。つまり最大流問題を解けばよいというようなことになるわけです。じゃあ実際この、問題、この場合において、計算してみました。で、計算したのはこんな感じになりました。これは、計算された最大 STB です。まあ、どうやって計算しようが構わないんですけども、値が15。のものが出てきます。ちゃんとこれが、容量制約も、流量保存制約も迷ってる、守ってるってことが、確認できます。で、これがなんで最大 ST カットかというと、それに対応する最小 ST カットがあるからです。対応するのは何かっていうと、この ST 流の値は15なんですけども、容量が15であるような ST カットが存在するということが言えます。で、それも、まあ、頑張って見つければいいわけです。で、こんな感じですね。こういうふうな形で見つけると、これ実際容量が15の ST カットになっているので、この ST カットは最小 ST カットで、前のページの ST 流が最大 ST 流であるということが、弱相対性からわかるということになります。つまり、この最小 ST カットに対応する掘り方を行うと、損が一番小さくなることになります。で、実際、損がない場合の利益16でしたから、このような今の ST カットに対応する振り方をすると、利益として1が得られるということになるわけです。いいでしょうか。まあ、こういうような考え方がありまして、これはよく使える考え方なので、ぜひ身につけてください。はい。で、今のが露天掘り問題の話でした。はい。では、2つ目は、細密部分グラフ問題の話をしていきます。で、細密部分グラフ問題というのはどういうところで現れるのかというと、ですね、知識発見。まあ、データマイニングとかっていうふうな言い方があるかもしれませんけども、書いておこうかな。という言い方あるかもしれませんけども、まあ、そういう中で、出てくることがあります。で、ここに出しているのは、まあ、ある論文から取ってきたもので、これはタンパク質相互作用ネットワークというものです。何かというと、その、まあ、人体の中ではですね、多くの、人体って言っちゃっていいかな。生物にしましょう。生命の中では、この多くのタンパク質がですね、相互に作用し合ってですね、いろんな機能を果たしていることになっているんですけども、まあ、その、相互作用を直接し合う、タンパク質同士を、こういうのがネットワーク構造で表しています。一つの頂点が一つのネット、タンパク質を表していて、今言ったようにその相互作用を、起こすタンパク質同士の間に変異を引くという形で、これは向こうグラフを作っています。で、そうするとですね、こういうなんかその向こうグラフを見ると、その頂点の集合の間にたくさん変異がある部分と、そうでない部分っていうのが、まあ、この、書き方を見てもなんか、
見てくれると思います。だからここら辺たくさん辺があるなとか、ここにたくさん辺があって固まっているなとか。で、その優秀に、そのなんかその固まっている部分、まあそれ密な部分グラフっていうふうにまあ言ったりするわけです。だからその密ってのは何かっていうと、その辺がたくさんあって混んでいるっていうような、イメージを持ってください。で、まあそういう部分から、そのまあクラスターというふうに言われる意味のある構造が取り出せる。だから今ですね、この、昨今、まあクラスターというとあんまり、良いイメージを持たないような形で使われるかもしれませんけど、まあ、本来クラスターというのは、塊という意味を持つだけの英語です。で、よくその、こういうその知識発見の、文脈では、その、密になっている構造のことを、まあ、クラスターというふうに言うことがあります。はい。で、そういうものを、まあ、例えばこういうようなですね、グラフ、ネットワークがあるときに、そういうようなその密な部分グラフを見つけたいってことが、まあ、要求としてあるわけです。で、まあ、そういうのが、まあ、例えばその、タンパク質相互作用ネットワークで見つかると、まあ、そういうその、タンパク質、そういうその、塊のところのタンパク質は、非常にまあ、似たような性質を持っているとか、あるいはなんかその、一つの、なんかタンパク質をその、似たような別のタンパク質で、まあ、置き換えるようなことができるかもしれないとか、まあ、そういうなんかいろんなですね、ことに、まあ、役立つかもしれないわけですね。まあ、その、タンパク質たくさんあるんだけども、それをその、機能ごとに分類するとかですね、いろんなことが、まあ、できるようになってくるわけです。なってくるわけです。ということで、まあ、そういう知識発見を行うために、密な部分グラフっていうのを見つけたいということが要求としてあります。じゃあ、密な部分グラフっていうのは、まあ、どのように定義するんでしょうかっていうことになります。で、まあ、まあ、ここではその、部分グラフの密度というものを定義します。部分グラフの密度と言ってるんですが、まあ、それはそのグラフの密度を定義して、それを部分グラフに当てはめれば、その部分グラフの密度になります。で、向こうグラフ、今から考えていきますけども、向こうグラフの密度といったら、それは、頂点数を辺の数で割ったものって言ったのがいろんな嘘で、辺の数を頂点数で割ったものです。ですね。まあ、一応その、頂点集合の要素数が0であることは許さないことにしましょう。まあ、まあ、グラフと言ったら、頂点集合は空集合でないということをちょっと暗示仮定していると思ってください。はい。で、まあ、この仮定があれば、この分母0じゃないから、まあ、一応この密度をちゃんと定義できるということになります。で、まあ、一応、下に例があった、あるとして、じゃあ、今これ部分グラフ見てますけども、この A と E と F っていう部分を取ってくると、今これ頂点数3で、点の数2ですから、この部分の密度は3分の2であるということになります。いいですか、まあ、別の部分を取ってみましょう。例えば、じゃあこの CFG という部分を取ってくると、これは、頂点数3で、辺の数3ですから、3分の3、密度は1になります。まあ、別の例ですね。じゃあこの BCFG というのを取ってくると、ここは何かというと、頂点数4で、辺の数5だから、密度4分の5ですね。これ、まあ、1.25 ですかね。っていう感じになるということになります。ちょっと注意しなくてはいけないのは何かというとですね。あ、じゃあ、例えばです。これ、まあ、今、例として書いてきてなかったですけども、密度が0になることもあり得ます。例えば、A と D だけ取ってくる。ってことにすると、この密度っていうのは、頂点数は2で、辺の数は、0だから、これ密度が0になるわけです。ですね。だから、その、密度ゼロになることもあり得ますし、頂点数が多くなっても辺の数が変わらなかったら、これ密度下がるわけです。だから、その密度が大きい部分グラフっていうのは、頂点も必ずしもたくさん含んでいる必要ないわけですね。それがちょっと、まあ、気をつけなくてはいけないことですね。で、もう一つですね、今、密度このように頂点数分の辺の数というふうに定義してるんですけども、実は、まあ、密度の定義には多くの流儀があります。ので、まあ、このような密度の定義っていうのは、あるその、密度の定義であるだけで、その、まあ、たくさんある密度の定義としてあり得るものの中の一つであるというふうに思ってください。はい。で、まあ、このような密度の定義において、この密度が大きな部分グラフを見つけたいってことが今からやりたいことになります。はい。じゃあですね、今このグラフ。あって、じゃあ、例えば、密度が大きいっていうふうに言ったときに、じゃあ、密度は 1.2 以上のところを見つけたいというふうに、
まあ、思う、まあ、そういう問題設定を考えましょう。まあ、この密度、まあ、このじゃあ今からこの 1.2 という数値を今後この密度保証というふうに呼んでいきます。1.2 以上のものを見つけたいと。だから見つかった、なんか見つかったらそれの密度が 1.2 以上ありますよということをまあ保証してくれるというような意味合いですね。で、そういうことをやりたいんですけども、今後ですね、ちょっとあの文字を使っていくんですけども、頂点数、このグラフの場合、この場合8ですけども、今後 N と言ったらそれがこのグラフの頂点数を表すと思ってください。で、辺の数は一方 M で表します。この場合は、辺の数10になります。まあ、頂点数を N、辺数を M とするってことは、まあ、グラフを扱うときによく使う文字の、使い方になります。ので、まあ、それここでも使っていくということになります。やるのはですね、この密度 1.2 以上の部分グラフを見つけたいとかっていうものに対して、そういう問題を最小 ST カット問題としてモデル化するということになります。でですね、これは割とですね、まあ、これもこれもって言ってますけど、これも割となんかトリッキーというか、なんでこんなの思いつくんだろうっていうような感じのものを紹介します。でですね、重要なことは何かっていうと、この手法は割と特殊なので、まあ、別に、覚えるとかそういうものではないってことですね。まあ、まあ、この講義の全てのことに対して同じなんですけども、覚えようと思わないでください。どうせすぐ忘れるんだから、覚えようとするのは別に、やる意味があることではなくって、まず、まあ、勉強して、まあ、こういうものが必要になった時に、調べて思い出して自分で使えるってことが重要です。だから、まあ、そういうことが、必要になったときに、使えるんだっていうような、まあ、下地というか素地っていうのをちゃんと身につけておくってことが重要だと思います。で、それを言った上で、このモデル化、紹介していきます。で、最初 ST カット問題だっていうふうに言ってるので、まあ、ここから今、無効グラフがあるんですけども、そこから有効グラフを作ることになるわけです。で、どのように作るか。やっぱりですね、S と T っていう、まあ、頂点はなんか付け加えるっていうのは、なんかこの手の問題ではよくあることですね。あ、もうこの手のモデル化ではよくあることですね。で、付け加えます。で、元々のグラフ、ここにも書いてありますけども、元々のグラフの辺は今、向こうグラフですから向きがないわけですね。で、何をするかというと、それを両向きの辺に置き換えます。両向きの個ですね。両向きの個に置き換えます。いいですか？こんな感じです。いいですか？それで、S からすべての頂点、もともとのグラフのすべての頂点に向かって、こうつけます。こういうやつですね。で、一方で、T に向かって、その元のグラフのすべての頂点から、こうつけます。こうします。これで、グラフの構成は終わりです。で、あとは頂点に、じゃあ、頂点じゃなくて、ここに容量をつけていきます。ここに容量をつけていきます。はい。で、いきなり書いてますけども、まずですね、S を起点とする個。これですね、もともとあるグラフに向かってついている個ですけども、ここには、辺の数、元のグラフの辺の数を容量としてつけます。容量としてつけます。ですかね。で、この場合10です。一方で、この T を終点とする、このつけた個。これに対しては、ここに書いてある量を容量とします。で、これがややこしいし、まあ、思いつかないわけですね。で、ちょっと例を見てみましょうと。今ですね、ここにしようかな。この子を見てみましょう。今で、この子の、容量のこと 8.4 なんだけど、これどうやって計算するかっていうと、まずですね、M っていうのは元のグラフの辺の数でした。だから M は10です。で、密度保証、今は何にしたかっていうと、これは、何だったかな何だったかなっていうのをちょっと思い出せないので、ちょっと前に戻りますと、1.2 でしたっけ ?1.2 ですね。1.2。なんか密度保証は 1.2 です。密度保証は 1.2 です。で、そうすると、M 足す 2× 密度保証っていうのは、2× 密度保証が 2.4 だから、これ全部で、この部分、12になります。で、それから、支点の実数を引く。支点、これですね。で、これは、元の向こうグラフにおいて、1、2、3。
この頂点と隣接してますから、この場合、支点の実数は、これは3になるわけです。つまり、今、ここ見ている、この子の容量は、12.4-3 だから、すいません、3ではなかったです。4です。ごめんなさい。もう一回やります。1、2、3、4ですね。実数はね。これは間違ってまして、実数は4ですね。で、これで、8.4 に、あ、ごめんなさい。これ4なので、最終的には 8.4 になると。では、それがここですね。8.4。すいません、ちょっと今。もうすぐ間違えるんで、はい、そういうことになります。という形で、この t に向かっていっている t を終点とする、この容量が決まります。他のところも同じ感じですね。はい。で、まあ、なんでこのように、この容量をつけるのかっていうことの理由は後で説明します。で、あと、容量決まってない子は、この元々のグラフの頂点の間を結ぶ子ですね。で、これがですね、全部1にします。これ全部1です。全部1。で、この1は意味がある1です。前回とか前々回、前々回とか前々回、その、なんだろう、オアシスの9号とかの時には、その、遭難者とオアシスの間の個の容量、まあ、1でもあっても、何でもいいですよとか、その、強さだったら何でもいいですよとかって言っていたんですけども、ここの1は意味がある1なので、これは他のものに書いてはいけません。1です。はい。1です。で、これで、グラフと容量の構成が終わりました。でですね、ここでその、まあ、最小 ST カット問題を解くんですけども、この最小 ST カット問題を解くことによって、というのは何が分かるのかということを明確にしていきます。で、例えばですね、ST カットとして、まあ、この S だけっていうのを見てみましょうと。でそうすると、ここからは、この、もともとのグラフ、まあ、全ての頂点に向かって、まあ、この個が出ていったわけです。で、その個の容量は全部元々のグラフの辺の数です。M でした。から、この S だけっていう ST カット、ST カットの中で言うと、S だけという ST カットの容量は、辺の数かける頂点数、まあ、この場合80になるわけです。ですか。で、つまり、そのようなST カットが存在する、そのようなっていうのは、最低で容量が MN、80であるような ST カットが存在するので、最初、このグラフにおける最小 ST カットの容量は必ず80以下になります。ですか？容量80の ST カットがあるんだから、最小 ST カットの容量は80以下です。ですね。だから、この ST カットが最小 ST カットがあるか、まあ、そうでなかったら、容量が80よりも小さな ST カットが存在するということになるわけです。ですか？じゃあ別の ST カットを見てみましょう。あ、こういうやつですね。これ。で、これは、まあ、S と B と C が回っちゃうと。あちらになんか、いつの間にか、頂点に名前ついてますけども、S、B、C です。このような、ST カットを見ると、これは、容量を実際これ計算すると、これ80に達します。だから、まあ、これは先ほどの、その S だけっていう、ST カットに比べて容量は大きいわけです。だから、まあ、この ST カットは最小 ST カットにはなりません。で、一方でですね、この 82.8 っていう個数値は、これはまあ、計算すれば出てくるんだけども、計算すれば出てくるんだけども、じゃあこれ何なのかってことをちょっとこれ考えたいわけですね。で、これはですね、後でちゃんと、まあ、ちゃんとというか、理屈は説明することになるんですけども、これは何かというと、実はですね、今82と、これはですね、これなんです。80プラス 2×2×1.2-0.5 なんですね。何でしょうということになりますね。何でしょう。で、これはまあどういうふうに解釈するかというと、まずまあ、これ、この右辺計算すればこれが 82.8 なところはわかるんですけども、この式はどういうふうに解釈するかというと、まずこの80っていうのは、これですね。MN。辺の数かける頂点数わけです。で、後ろの分って何かっていうと、これ 1.2 って今我々が考えている密度保証です。密度保証です。で、2×2。はじめの2は、これ固定なんですけども、その後ろの2っていうのは、今この BC っていう、この ST カットの S 以外の頂点数になります。で、このマイナスの後 0.5。これは実はこの BC の部分の密度とかです。これ今これ BC の密度っていうのに書いちゃってるのはちょっと実は良くないんですけども、これ何を表すかっていうと、この BC の部分があります。
で、BC を頂点集合とする部分グラフっていうのがたくさんあるわけです。で、それは、元のグラフ、元の向こうグラフにおいて、BC を頂点集合とする向こうグラフっていうのがたくさんあるわけです。まあ、たくさんって言っても、じゃあこの場合2つしかないんですけども、それは何かっていうと、B と C を頂点集合として、辺を1つも含まないものっていうのと、B と C を頂点集合として、辺を1つ含むもの。この2つがあります。で、この2つの、部分グラフと密度を考えると、密度は頂点数分の変数だったので、上の方のグラフの、部分グラフの密度は2分の0とか0になります。で、下の方の部分グラフの密度は2分の辺の数1ですから1になります。これは 0.5 になるわけです。ですか。だから何で言いたいかっていうと、どの頂点を使うのか、どの頂点を使うのかってことを決めたら、その中で、密度を一番大きくするようなグラフっていうのは、その B と C、選んだ頂点同士を結ぶ辺をできる限り多く選んだものになるわけです。で、この場合は、下のような場合の方が、上の場合よりも密度が大きいということになるわけです。だから、この BC の密度っていうふうにいただけないのは何を言ってるかというと、この B と C を頂点集合とするような部分グラフの中で、辺の数が一番大きいものを取ってきて、その密度を表しているというふうに思ってください。で、こういうのをですね、誘導部分グラフとかっていうふうに言ったりするんですけども、それまた後で、紹介します。とにかく、この BC の密度は 0.5 になります。つまりですね、このような、ST カットを計算すると、ここに密度が出てくるっていうような仕組みが重要です。はい。仕組みが重要です。で、これはですね、今この、SBC っていう、なんだっけ、ST カットを取ったからこうなったのではなくて、実は別の ST カットを取ってもこのようになります。これは不思議なんですね。例えばこういうのを取りましょう。S, C, D, G, H。S と、ラージ S として、S, C, D, G, H。で、こういう ST カットを取っていきましょう。で、これ、まあ、また、ですね、容量計算すると、これ 83.6 になります。だからこれが最初 ST カットではありませんが、これは計算できます。83.6 です。で、この 83.6 はですね、何かというと、これですね。やっぱりこれは80プラス 2×4×1.2 マイナス 0.75 というふうに計算できまして、これは先ほど同じように、実は80は mm ですね。80mm で、2× の初めの2は同じ固定で、4は何かっていうと、この CDGH の頂点集合の要素数。で、後ろの 1.2 マイナス 0.75 は何かっていうと、1.2 が密度保証で、0.75 っていうのはこの CDGH の部分の密度です。で、今、密度、実際、計算しようとしてみると、C、D、G、H で、できるだけたくさん辺を含もうとすると、辺の数がたくさんになります。だから、密度は、頂点数が4で、辺の数が3なので、0.75 になると。ですか？という形で、やっぱり、密度、ここに出てくると。いうことになります。じゃ別の例見てみましょう。これですね。これ CD、ラージ S は、S, B, C, F, G。こんな感じですね。で、これはですね、ST カットの容量として見てみると、この ST カットの容量は 79.6 で、先ほどのこの80っていう、容量を下回ってます。だからもしかしたらこの 79.6 っていう容量を持つ、この ST カットは、最小 ST カットかもしれない。まあ、最小 ST カットじゃないかもしれませんけども、まあ、少なくとも、今まで見つかっていた ST カットよりも小さな容量を持つ ST カットは今、発見されました。じゃあ、79.6 は何なんでしょうか。もっと見てみる。そうすると、これはですね、また先ほどと同じように分解できるわけです。80プラス何とか。で、この何とかは何かっていうと、やっぱり MN プラス2が固定で、4はこの頂点集合の要素数。で、後ろの 1.2 マイナス 1.25 っていうのは、1.2 が密度保証で、1.25 がこの BCFG の部分の密度です。なんでかっていうと、ここもう一回取り出してみると、BCFG だけ取り出してきて、頂点を取り出してきて、これらを結ぶ辺を全部持ってきます。全部持ってくると、1、2、3、4、5になりますね。だからこの部分の密度というのは、
何になるかというと、頂点数が4。で、辺の数が5だから4分の5になると。4分の5は 1.25 ですと。ですね。いいですか？これを出してみます。で、何が重要かっていうと、今ね、今、この ST カットの容量が80を下回っていることです。この事実はまず重要です。なんで重要かというと、このことから、この BCFG の密度が、密度保証である 1.2 を下回るということが言えるからです。なぜか。今ですね、この 79.6 っていうのは、ここに書いてある数字なんです。で、今これが MN 未満だってことです。いいですか？そうすると、この初めの部分の MN と今書いた MN っていうのをキャンセル、相殺すると何が言えるかっていうと、ゼロが残って、この残ったこの左側のこの部分の項、これが0未満だったとわかります。この部分を、まあ、この、さっきのこの部分を0未満にするには何が起こってないかっていうと、この密度保証マイナス BCFG の密度っていうのいう、ここの部分が負になっているということになるわけです。何を意味するかっていうと、BCFG の密度は与えられた密度保証 1.2 よりも大きいですよってことを言ってます。ですか？つまり何を言いたいかというと、ST カットの容量を見て、それが MN 未満であるってことを分かったら、そこから直ちに密度が密度保証を上回るような部分が見つかりますということです。ですか？今言ったことをまとめていたのはここです。今言ったことから、密度保証マイナス BCFG の密度が0未満になるということがわかるので、BCFG は密度保証を満たす部分グラフを与えるということになるわけです。つまり何かというと、今考えたこの BCFG、あるいはこの、ST カットは、まあ、最小 ST カットかどうかはわかんないんですけども、とりあえず最小 ST カットを計算してみます。で、その最小 ST カットを計算して、そこから得られる ST カットの容量が MN、80を下回っていれば、その時点で密度保証を満たす、密度保証よりも密度が大きい部分グラフが見つかります。それがここですね。つまり、最小 ST カットを計算して、その最小 ST カットの容量が MN 以下だったら、そこから密度保証を満たす。つまりその密度保証以上の密度を持つような部分グラフが見つかります。今はこの例においてそういうことを言ったんですけども、これ一般的にこれが言えます。それは後でちょっと証明っぽいことをしようと思います。ですか？じゃあ実際にこのグラフにおける最小 ST カットを計算すると、まあこんな感じになります。まあ、こんな感じになります。実際は。これが最小 ST カットです。だから、ラージ S としては、S, A, B, E, F。これが最小 ST カットとなって、この最小 ST カット、この ST カットの容量は 78.5 です。だから、まあ80下回っているということですね。じゃあ、なんでこれが最小 ST カットなのかっていうと、この流量を持つ、78.4 という流量を持つ ST 量、存在するからです。それを実際につけるとこんな感じになります。もう見にくいですね。この、なんて言うんだろう。この、容量が整数じゃないので、いろいろとこややこしく起きてるんですけども、まあ、でもこれで、これ実際、容量制約も、流量保存制約も満たしてます。で、実際に値を見ると、78.4 になると。ということですね。なので、まあ、こういう形で計算できる。ですね、今、ちょっと、今というか、今までは、容量が整数であるようなモデル化しかしてなかったんですけども、このモデル化では、容量が整数にならないかもしれません。それはその密度保証とか、が、ここに絡んでいるんですね。で、まあ、密度保証っていうのは、別に、まあ、密度自体がまず整数である必要はありませんので、密度保証もまあ整数である必要はないんですね。だけども、密度っていうのは、必ず、有理数なんです。頂点数分の変数だから。だから、まあ、考える密度保証っていうのも、まあ、有理数だけ考えれば十分になるわけですね。で、有理数っていうのは、
何倍かすれば必ず整数になりますから、まあ、そういう意味で、ここに現れてくる、なんだろうな。ここに現れてくる容量っていうのは、まあ、整数であるとみなしても、一般性を失いません。だからこの場合は、例えば、これ全部その、なんとか点、なんとか、その小数点以下一桁なので、これ、容量全部10倍するってことをすると、この ST 流としても、値が10倍のものが得られて、で、それは、全部整数になるので、まあ、今までの議論と同じのことができるということになりますけども、まあ、それはちょっと細かいことです。細かいことです。だからもし、なんかその、整数にしたいなっていう場合は、何倍かすれば、整数倍すれば必ず整数にできるということをちょっと今言ってきました。はい。で、何が言いたかったかっていうと、これは 78.4 という値を持つ ST 流であって、同じ容量を持つ ST カットを存在しますから、これは最小 ST カットです。つまり、この ABCEFG っていう部分は、密度保証を満たすような ST カットに、部分グラフを与えます。ということになります。で、ちょっと気をつけなくちゃいけない何かっていうと、この ABCEFG っていう部分が、密度が一番大きい部分グラフになるとは限りません。今の議論では。ですか？その密度保証を満たす部分グラフを見つけてくれるってことは教えてくれるんだけども、それが密度最大の部分グラフなのかどうかはわかりません。だから本当に密度最大の部分グラフを見つけようと思ったら、この密度保証をいろいろですね、変えて探索をするってことをやらないといけなくなります。で、これは演習問題の内容になります。はい。で、今のは例でやったんですけども、ちょっとじゃあ一般的な場合の話をしましょう。細密部分グラフ問題では、向こうグラフと、その密度保証を表す正の有意数が与えるとします。じゃあこれを今、密度保証 G とします。G は有理数です。この Q っていうのは有理数の無償ですね。一応言っとくと、なんか、〇〇全体の集合っていう言い方を数学ではよくするんですけども、これ何を言ってるかっていうと、有理数と呼ばれるものを全て集めて、その全て集めて作った集合のことを、有理数全体の集合って言います。例えばその実数全体の集合って言ったら、それは実数を全部集めた集合ってことですね。その全部集めた集合っていうことを意味するために、丸々全体の集合というような言い方をするので、まあ、これはまあそういう言い方があるんだっていうふうに思ってください。はい。だから、G は有理数です。で、出力は何かというと、この G の部分グラフ H で密度が1以上のものが存在すれば、そのような部分グラフを出力してください。で、そういうものはなかったらありませんよ。の、そんな感じで出力してほしいということになるわけです。で、先ほどの例では、これが G ですね。これが G で、だから G が2つ、ラージ G で、密度保証の G は1点だったということになります。で、以下、このグラフ、ラージ G の頂点数を N、N の数を M とします。これ先ほどと同じですね。で、どのように、この問題を、最初 ST カット問題としてモデル化したかというと、こんな感じだったと。これ先ほどの例ですけども、何かというと、有効グラフと、辺に対する容量、辺、弧に対する容量を定義するんですけども、頂点集合は元々のグラフの頂点集合 V に対して S と C と T というのを新しく付け加えます。ですね。弧の集合は何かというと、元々の辺に対して UV っていう向きの辺と、をつけるんだけども、この UV っていうのは何を言ってたかというと、これは両向きになります。なんでかっていうと、今例えばですね、なんか AB っていう集合が、E に入っているとすると、この時には、BA っていうふうに書いた集合も E に入っているわけです。まあ、わかりにくいですけどね。なので、このような書き方。このような書き方をしたときには、このような名前です。この、はじめの部分のような書き方をしたときには、AB が辺だと思ったら、A から B に向かっていく弧が、ここに現れると思いますし、それが BA だと思ったら、それは B から A に向かっていく弧が現れるというふうに、まあ、思ってください。と思います。だから、両向きの弧がこれで現れるということになります。はい。で、あとは、S から出ていってる子と、T に向かっていく子。
があるというふうに思ってください。はい。で、それで各個の容量は何かというと、よろしいですね。何かというと、この U と V が元の頂点、元のグラフの頂点であるならば、だからこの中にあるならば、それは容量は 1S と、ということになります。で、S を始点とするような子だったら、それは辺の数です。元のグラフの辺の数 M になります。T に向かっていく子の、容量は何かっていうと、辺の数に2倍の密度保証。1ですね。シンボル G。で、U の元々のグラフにおける G における次数を引いたものということになります。ことですね。これ先ほどの例で行った構成法を一般的に書いたものです。ですか？で、これで何が言えるかというと、これですね。今作った G プライムにおいて ST カットを持ってきます。ST カットラージ S と思っています。で、その容量が MN を下回ることと、G において元のグラフにおいて、この ST カットからその視点であるスモール S を取り除いた集合の部分の密度が G を超えるってことが同値になります。ことを言ってます。で、今ですね、ここでこの GS-S のところに、この鍵カッコというか、タクカッコをつけている書き方があるんですけども、これは、この下にある、記法で、何を言ってるかっていうと、この鍵括弧の中に X っていうのを持ってきたら、まずこの X というのは頂点部分集合である必要があるんですけども、何かっていうと、X が誘導する G の部分グラフと呼びまして、これは先ほどの言い方もありますけども、その X を頂点集合とする G の部分グラフの中で辺の数が一番大きいものです。これを X が誘導する G の分グラフと言います。先ほどのなんか例で言うと、こうかな。こういうふうになっていて、頂点は A, B, C, D, E, F, G, H というふうになってましたけど、ちょっと C が見にくいんで、C からもう少し C5 ですね。で、この時に、じゃあ、例えばこれが G ですね。ラージ G。で、この時に、じゃあ G の、どうしようかな。B, C, F, G ってさっき出てきた例をやると、これは、どういうグラフなのかっていうと、D と C と F と G を頂点集合として、その中で辺の数が最大のもの。だから、これですね。これです。これが G の、B, C, F, G が誘導する G の分グラフですね。この B と G を結ぶような辺は、ありません。それは何でかというと、元のグラフの周辺がないかですね。ですか。ということで、これが必要十分条件になるというのが重要です。で、これ実際にですね、この S の容量とこの密度っていうのを実際にこれ計算してあげれば、この不等式が出てくるっていう、不等式が出てきて、それが同値になるとかは分かります。ただ実際計算してみます。で、どっちから始めるかっていうと、まあ、この容量のことはまず計算してみましょう。それを実際計算してみる。で、今、じゃあ S という、ST カット持ってきましょうと思います。で、まあ、この下にある図はイメージ図ですね。で、ST カット持ってきたら、どの部分がどのように、この S という ST カットの容量に入ってくるのかってことをまず見ます。でそうするとですね、まず、この視点であるスモール S から出ていって、このラージ S の外側の頂点に、入っていくような個の容量がまず出てきます。でそのような個の容量は全部、M でした。辺の数でした。で、そのような頂点いくつあるかっていうと、この S に入っていない元々のグラフ、ラージ G の頂点、集合、つまり V-S の頂点を全部持ってきてあげる。だからこの今初めの部分っていうのは、この S から出ていって、ここですね。この部分に対応する、容量になります。ちょっと書いてみましょうか。これはこのピンクです。じゃ次の部分、次の部分、じゃあ色変えて書くとすると、じゃ次の部分は何かというと、次の部分は何かというと、例
ここですね。次の部分何かというと、これは、この T に入っていっている、この容量の和です。で、まずじゃあそのような子は、どこにあるかっていうと、この large S っていう ST カットの、この S 以外の頂点からはすべてこの T に向かっていくような辺、子があるわけです。だから、この S-S の頂点 U に対して、そういうような子は存在していて、ですね、その子の容量を足すわけです。で、その子の容量っていうのは、先ほどの定義から M プラス 2G-U の次数だったということですね。だからこれが、今、ここの頂点が U だとすると、この子の容量は M プラス 2G-G における U の次数ですね。それで見ますと。で、あとはですね、この最後の項なんですけども、最後の項は、これどういうところにあるかっていうと、ここですね。これどういうところなのかっていうと、これですね。この G の中で、この U に入っている頂点と、それ以外の頂点をまあ結んでいるところの項です。で、それはどういうふうに書けばいいかっていうと、この支点の方が U で、終点の方が V だとしたときに、まあ、どういう条件を出すようにならなくちゃいけないかっていうと、まず U は S の頂点で、V は S の頂点ではないという条件はある、なくちゃいけなくって、で、それを満たす中で UV が元のグラフの辺である。元のグラフの辺であって、なおかつ U が S に入っていて、V が S に入っていない部分だけを見ましょうと。で、それらに対して、そういう子の容量は1なので、1を出すと。ということになります。いいですか？で、これで、この ST カットの容量が書けましたとなります。で、あとは頑張って整理するとなります。で、そうすると、で、初めの部分は何かっていうと、ごめんなさい、初めの部分じゃなかった。で、ここはまず何をしなくちゃいけないかっていうと、これ次のページに行くと変わっちゃうんだな。俺消したくないけども、じゃあ、ですね。じゃあ、で、次の、イコール、ですね。次の、この、等式がどのようにして得られるのかってことを、考えたいんですけども、まずですね、この MN ってのがあるんですけども、これ何かっていうと、この初めのこのピンクの部分と、後ろの側のこの M に関する部分。これを、全部足し合わせると、MN が出てきます。なんでかっていうと、これは、何に対応するかというと、つまり、これはですね、u in v マイナス s m プラス u in s マイナス s マイナス s m。これを足す、これを、このシグマ2つ足すと、mn になるんだってことをまあ確認したいわけですね。で、何かっていうと、これ、シグマの範囲は全部 M なので、これその M を何回足してるのかってことをまあこれ数えるわけです。で、その足してる回数が N 回ですよってことになるわけです。なんでかっていうと、V-S っていうのはここですね。この集合ですね。で、S-S っていうのはここですね。だから、このシグマの中で、足しているこの U っていうのは、どの集合を渡り歩いているかっていうと、この真ん中の部分ですね。この、集合の要素を全部渡り歩いている。で、この集合って何かっていうと、元のグラフの頂点集合になります。で、元のグラフの頂点の数っていうのは N なので、M が N に足されているということになります。いいですか？だから、この部分、この緑色の部分を足すと MN になるということになります。でしょうか。で、次の、こうですね。2G、S に予想するマイナス1っていうのは、これどこから出てきたかというと、これは、もう色が足りないんですけども、これは、この 2G ですね。この 2G、あ、そうだ。もう変えるべきものが変わってしまう。これを、この 2G、この部分を、足すと、これになると。ごめんなさい。なんでかっていうと、2G を S-S の要素数分だけ足してますから、S-S の素数っていうのは、S の素数の C ですから、これが得られると。ごめんなさい。いいですか？早かったかな。いいでしょうか。それで、残った部分を、このデグ、U と1ですね。の和を、まあ、符号を変えて書くと、この部分が得られると。この部分、この1の、この部分が得られると。
で、これはその、後の部分は何も操作せずに、ただ書いただけです。いいですか？という形で、この式が得られます。で、この後ろのですね、大きな括弧の中、これは、じっと見ると、何だかわかります。で、じっと見ると、これで、まあ、演習問題なんで、これ、この部分、これじっと見ると、実はこれは、これになります。これになります。で、この右側が言ってるのは何かというと、この先ほどのこの括弧の中は何かというと、これは、先ほどの図のような方で言うと、ここにスモール s があって、ここにスモール t があって、ここら辺に v-s があって、で、この左側にあったのが、これが s-s ですね。こんな感じになっています。で、この右側に書いてあるのは何かっていうと、この s-s から2つ頂点を選んできて、で、その間の、これ今 u と v です。で、その間の辺の総数を、この部分で数えています。だからその s-s のところにある辺の総数がこれです。だから別の言い方すると、ここの要素数というのは何かっていうと、これは、先ほど誘導部分グラフって言い方すると、gs-s というこの誘導部分グラフの辺の数です。ですか？で、それに2がついてます。2がついてから変動数の2倍っていうのはなんか握手課題っぽい、印象を与えますけども、まあ、これは、この等式自体はなんか握手課題っぽいような考え方でも、まあ、証明できます。だからちょっとマイナスっていうのはちょっと出らしいですけどね。だから多分このマイナスがついてるこの項を右側に移行して考えてあげると、考えやすいかもしれないということになります。いいですか？で、まあ、そうすると、先ほどの式、これすごい先ほどの式です。先ほどの式の、この中身っていうのが、これに等しいということになります。で、それを、使って書き換えたのが、このイコールです。で、まあ、そのイコールの時に、この後ろの部分に対して、この 2s-1 っていうのを、まあ、くっくり出して、その分母を持ってきています。まあ、これ s の要素数が、1だと、この分母0になっちゃうから、まあ困るんですけども、まあそれは大きすぎるために S の数は1よりも大きいとしましょうと。で、それで、この上の等式を使ってこれ書き換えました。で、そうすると何がわかるかというと、このまず2は消えます。キャンセルします。で、そうすると、この後ろの部分ですね。後ろの部分ってのは何かっていうと、この、ごめんなさい、分子の方。分子の方は、上で言ったように、この s-s が誘導する分グラフの辺の数になります。じゃあ、この分母の話だっていうと、これは、この誘導部分グラフの頂点数です。つまり、この比は、今考えている誘導部分グラフの部分グラフの密度に作用するわけです。だから、この大きな括弧の中は、密度保証 g-、今考えているこのカットから得られる部分グラフの密度になるわけです。いいですか？で、これが S の容量に等しいわけですね。まあ、これ頑張って計算してきたらこうなるってことですね。まあ、なんでこんなこと思いつくのかっていうふうな考え方をちょっと今置いといて、まあ、こうなります。そうすると、S の容量と今考えている部分グラフの密度っていうのの関係がイコールでわかります。いいですね。つまり、何かというと、これもともと証拠証明されたことです。今考えている ST カットの容量が MN 未満であることと、考えている部分グラフの密度が G を上回るということが、同値であるということを言いたい。で、今、まで計算してきたことの、まとめをすると、S の容量はこのような式で表されます。ということでした。ここまでいいですか？そうすると、何が言えるかというと、今、この左側の条件になると仮定しましょう。つまり、S の容量が MN 未満だったと。で、そうすると、
何が言えるかっていうと、まずこのラージ S の予想数は1よりも大きくなります。ラージ S の予想数が、ラージ S っていうのは、SD カットですから、必ず予想数1以上なんです。だから、この予想数が1っていうことはあり得るんだけども、この時は何が言えてるかっていうと、ラージ S っていうのは、S だけなんですね。このスモール S だけ。このスモール S だけ。なんです。そうすると、この時には、この S の、容量っていうのは MN になるわけです。で、今、この S の容量は ML を下回っていって言ってるんだから、これは起きない。そうなんですね。つまり、S の予想数は1よりも大きくなります。ですかね。ということなので、何が言えるかっていうと、先ほどの計算における、この条件満たしてますから、ちゃんとこの、等式正しいとか言えます。ですね。で、これが MN 未満だっていうふうに言ってるわけです。でそうすると、この式を今じっと見ます。じっと見ると、何が起こるかっていうと、MN は共通だから消せると。で、S-1 っていう部分は、この条件から正です。つまり、G- この密度っていうのが、負でないといけないということになります。ここですね。ここは負でないといけない。つまり何かっていうと、今考えている部分グラフの密度は G を上回る。つまり、この結論が、右側の結論が導けるということになります。で、逆方向も同じようにできます。何かというと、この部分の密度が G を超えてるんだったら、ここの項は負になるということが言えます。まあ、今、部分グラフ考えてるんで、この S-1 の予想数はやっぱり、1以上になってます。はい。で、この式を使うと、S の容量は MN 未満になるという結論が得られて、左側の結論。導けると思います。つまり、この二つは同値であるという形で証明が終わるということになります。よろしいでしょうか。はい。まあ、ちょっとこれは、難しい部分があったかもしれませんけれども、丁寧によっていけば、わかることなので、まあ、ぜひ、もう一度見直してみてください。はい。では、最後、この画像の領域分割という話をしていきます。で、画像の領域分割っていうのは、これ、よくある、画像処理でよくある問題で、何かというと、物体と背景に画像を分割する。まあ、例えば、左のような、ですね、画像があったときに、まあ、この場合の物体って言ってるのは、この、まあ、飛行機ですね。で、背景って言ってるのは、これ空だと思うんですけども、まあ、これ、その右側っていうのは、その、分割した。結果で、その背景が黒、で、物体の部分が赤で、まあ、塗られているということになると思います。多分、この白の部分はどちらとも言えなくなったとか、そういう感じだと思いますけども、まあ、こういう形で、やりたいです。背景と物体に分割する。今ですね、私がこの、右側に映っている、なんだっけ、バーチャル背景ですけども、これも、だから、元々のカメラで映しているところの私自身という物体と、この、まあ、壁があるんですけども、その壁の背景を分割して、その分割したこの壁の部分、背景の部分に別の画像を重ねることで、このバーチャル背景っていうのは動いてるわけです。だから、もう皆さん、まあ、ある意味、このズーム使って、このバーチャル背景使って限りは、毎日、この画像の領域分割、使ってるということなんです。なんていうことでしょうか。ということですね。で、このように、画像を分割するっていうのは、実は、まあ、いろんなところで、まあ、使われてるわけですけども、で、その手法も、どのように分割するのかっていう手法も、まあ、様々な、まあ、手法があります。で、今からご紹介する手法が一番、まあ、ナイーブというか、まあ、簡単というか、なんていうの、一番、まあ、いろんな、その手法の元になっている手法です。で、それが、この最初 SD カットの方式、よくグラフカット法と、この分野では呼ばれている方法になります。
で、まあ、細かいことはあんまり言わないんですけども、まあ、こういうような雰囲気のものなんだよってことをご紹介します。で、細かいことはですね、実際に、事業ページにある Jupyter Notebook の方で、Network X を使って、実装してますので、まあ、そちら、お試しいただければいいと思います。はい。でまずですね、画像っていうのは何なのかっていうふうに思います。画像っていうのは、画素、ピクセルの集まりとして表現されています。まあ、これ、ある、とある人の写真があって、そのまま一部分を取り出してみると、まあ、こんな感じになってですね。で、これによく見ると、なんかこの小さな、このなんか正方形の部分が、なんかこういうような単位の部分で、まあ、その一つの単位の部分はなんか同じような。で、こういうのが細かい、その、部分が集まって、なんか凝縮されて、こういうふうな、なんか、一つの画像を作っているというふうに思います。で、この一つ一つの小さな塊のことを、これをピクセル、画素というふうに言っています。はい。で、色っていうのは何かっていうと、まあ、色を表現する方法に、さまざまな方法があるんですけども、まあ、その表現法の一つ、RGB というのがあって、それは赤と、色と青を混ぜることによって、まあ、色を作っていると。まあ、例えば、ここにあるような色っていうのがあるんですけども、これは、R を154、G を179、B を228、混ぜることによって、まあ、作られているというような形だってことですね。で、そうするとですね、色にはですね、強度と呼ばれる濃淡があります。インテンシティですね。だから、まあ、これは割とちょっと薄い色って感じですね。で、まあ、例えばその赤だけ。これすごく濃い色と。いう感じになるわけです。で、この、その強度を、この RGB、この154、179、228とかっていう数値を与えて、そこから強度を計算するっていう式があります。あります。で、まあ、その式を使って、その各ピクセルの、に与えられた色の強度っていうのを計算できるわけです。で、何をするかというと、この物体と背景の色の違いに着目します。例えば何かっていうと、この空を表しているこの画素、ピクセル2つを見たときに、その隣り合っている画素の、強度の差っていうのは、その両方の、画素が背景の画素である場合には、その強度の差っていうのはこれ小さいわけです。一方で、この2つの画素があって、一方が物体に含まれていて、もう一方が、背景に含まれている場合っていうのは、その画素の強度の差が大きいわけです。という感じなので、その画素の強度の違いっていうのに着目して、その強度の差が大きいところで画像を分割するってことを行うのが、今から紹介するグラフカット法になります。で、それを、どのようになるか。まずですね、画像をグラフと見ます。これがですね、一番重要というか、これはですね、その画像処理においては非常によく行うことです。だから、まあ、ある意味ですね、画像の問題というのはグラフの問題なわけです。これを言うとまた怒られますけども、画像の問題をグラフの問題と見なすことは実はよくあります。よくあります。で、どういうふうに見なすかっていうと、頂点が画素、ピクセルです。一個一個のこのピクセルに対応して頂点が。で、隣り合うピクセル同士、画素同士に辺を引きます。という形で、このようなグラフができます。まあ、こういうのよくですね、格子。グリッド。というふうにまあ呼ぶことがありますけども、まあ、その格子と呼ばれるグラフを作ります。で、どうするか。ST ハットを考えるということをしたいので、今ここで作ったのは無効グラフですから、ここから有効グラフを作っていくということをやるわけです。どうするかというと、まあ、今これ先ほどのこれが格子ですね。で、何するかというと、各辺を両向きの格子に置き換えます。まあ、元々のグラフで向こう辺があったら、それを矢印のこの両向きに置き換えるとします。ちょっとなんか色がついてしまう。これを移ります。で、そのようにして、まあ、右側のような有効グラフを作ります。で、ST カットを考えるって言ってるので、やっぱり S と T っていう頂点を付け加えたんです、ね。こんな感じで付け加えます。S と T を付け加えます。今、ここは S、T
で、何をするかっていうと、S から物体の方に所属していることが分かっているピクセルに向かって、こうつけます。ここら辺です。ここら辺はもう、物体ですよってことが、なんかあらかじめ分かっている。で、このようなことを、事前に、知識として、情報として与える必要があるっていうのは、ちょっと、このやり方の欠点にはあるんですけども、これはやります。で、T に向かって背景であると分かっているピクセルからこうつける。T には、ここら辺は背景ですよと分かっているとしたら、こうつける。だから、この今の、このバーチャル背景の場合には、この隅の方ですね。隅の方はもう背景だって、だいたい分かっていることが多いはずなので、そこら辺は、その背景で分かっているピクセルだというふうに思うということになるんですね。はい。で、これでグラフは構成終了です。で、あとは何をするかっていうと、ここに要領をつけます。どういうふうにするかっていうと、ちょっとここではすごく、言い方できませんけども、S を支点、T を終点とする子、ここら辺ですね。あとで付け加えた、この要領、これとても大きいとします。ただ、先ほどまでの言い方で言うと、無限大のような感じですね。とても大きいとします。で、このピクセル間の子に対応する、高度容量は、単点とするピクセルの色の強度差が大きいほど小さいようにします。強度差が大きいほど小さいようにします。これも、うまく計算する方法が、いろいろとあって、そのうちの一つが、ジュピターノートブックの方で使われています。で、これをやります。そうすると何が起きるかっていうと、実際に ST カット、最初 ST カットを計算すると何が起こるかっていうと、S を含むような中の頂点集合が取れてきて、この S、このラージ S に含まれているところの頂点と、それ以外のところの頂点を結ぶ個の容量の和が小さくなります。それは先ほどの作り方から何を言ってるかっていうと、強度差が大きいところがこの境界に現れるということになるわけです。だからこれによって先ほどのやりたかった目標が達成されるということになります。つまり、この最小 ST カットが物体を切るということになります。ですか？で、実際にちょっとやってみるとこんな感じになります。今これ、とある入力画像がありまして、先ほど言った通り、物体に含まれていると分かっているところとか、背景に含まれていると分かっているところっていうのをあらかじめ指定する必要があります。で、例えばこの赤い部分。これは、物体に含まれているというふうに今指定しました。青い部分。これが背景に含まれている部分だというふうに指定しました。で、先ほど言ったような形で、グラフを作って、ここに容量を与えて、ST カット、最小 ST カットを求めて、ここ自体やってみました。で、そうすると、こんな感じになりました。この耳のあたりとかが、うまくこの場合言ってませんけども、背景の部分を今白くして、ある程度、うまくその背景と、物体がですね、切り分けられているということがわかると思います。これはですね、一番、ナイーブな方法というか、簡単な方法でやっていまして、今では、この技術もっと進んでまして、単純に今のグラフカットを、グラフカット法を適用するんじゃなくて、もう少しこだわった方法というか、洗練された方法っていうのを実際に使っているということになりますし、計算もすごく早くできて、このですね、Zoom のバーチャル背景みたいに、リアルタイムでこういう計算ができるというふうになっているということになるわけです。はい。これも、最小 ST カットの計算とか、最大流問題を使ったモデル化として、よく現れるものなので、ご紹介しました。はい。では、今日のまとめをします。今日は、その最大流問題と言っておきながら、その最小 ST カット問題としていろんな問題をモデル化して、それを解くために最大流問題を使っているというような側面でお話をしてきました。で、その内容として露天掘り問題。再密分グラフ問題、画像の領域分割問題っていうのをご紹介しました。で、今回ご紹介したモデル化っていうのは、すごくややこしい部分もあるかもしれないですし、直感的にこんなもの思いつくのかなっていうふうに思うのもあったかもしれないと思います。私もその思いつくのは難しいかなっていう気がします。それだからこそこういうのを一回勉強しておくと、今後同じような問題を解こうと。いう必要が出てきたときに参考になる部分もあるかもしれませんし、
途中でも言いましたが、重要なのは、こういうものをですね、いちいち一つ一つを覚えようとはしないでください。まあ、忘れても良いと思ってください。だけども、重要なのは何かっていうと、そういう問題があったなってことを、まあ、ほのかに覚えていて、まあ、そうすると、その忘れた時にですね、ちゃんと調べるということができます。で、一回これを理解しておけば、理解をし直すっていうのは、割と容易になります。ので、まあ、今回ですね、こういうのに、携わったというか、触れてみて、まあ、そういうのを理解することで、もう一度こういう問題に、当たった時に、今回勉強したことが役に立つということになると思うので、その時に調べ直して、理解し直して、その時に使えるということが重要なので、ぜひそういうつもりで、今回の勉強をもうちょっと復習し直してみてください。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。次回はまた、最大有問題を使ったモデル化も出てくるんですけども、ちょっとまた違った試験、連結性という話をご紹介します。では、授業は終わりになります。ありがとうございました。